高南台バーズは神奈川県横浜市高南区高南台にある商業施設。JR 根岸線の高南台駅前にある相鉄ゼ前をキーテナントとした商業施設。当初は高南台センターバーズと称していたが、現在は高南台バーズが正規の表記となっている。建物の正式名称は相鉄高南台ビルで、 相鉄グループの相鉄ビルマネジメントが管理している。バーズは第1期開業の際に一般公募で採用されたもので、江南大駅周辺にある団地が、ひばり団地やかもめ団地など鳥の名を冠していることに由来する。相模鉄道など7社により設立された、コート開発株式会社はもともと、新田艦川の埋め立てによる、 横浜駅西口再開発を1964年に計画し以降を目指していたが、河川の埋め立て免許が取得できずに計画を断念することとなり、同社はその代わりとして1972年、日本住宅公団が進めていた、江南大土地区核整理事業における民間、地区センター商業施設建設計画に転身させた経緯がある。1974年、 百貨店やスーパーマーケット、専門店などからなる高南大センターの建設計画が決定し、1976年4月に高南大センターバーズとして第一期開業。同年1月には株式会社横浜高島屋も株主に加わり、1983年の第二期開業の際に各テナントとして横浜高島屋高南大店が出店する契機となった。 高島屋高南台店は高南台バーズの一部に入る形で出店した。なお、日本市街地開発株式会社は1999年10月に相模鉄道に吸収合併されている。2020年8月に各テナントの一つの高島屋高南台店が閉店し、高南台バーズが増床することになった。2021年春のリニューアルオープンにより、 無印良品、ユニクロの増殖に加えの島や赤ちゃん本舗など8店舗出店することになった。港南台、バーズの東側に隣接するテナントビルでバーズ同様相鉄ビルマネジメントが管理している。バーズとは連絡通路で結ばれ、実質上バーズの別館のような存在となっている。港南台シネサロンとバーズカルチャーセンターがバーズから移転したほか、郵便局、 金融機関、学習塾などが入居している、高難題シネサロンに関するカテゴリー、ありがとうございます。